ボンジョーモン、たっちゃんです。はあ、お弁当てくよで歌はじゃあ顔洗っていきます。よし、チャオ、あっちゃんです。まずそれよね、飲みながら。さあ、お弁当作っていきましょう。順番から、順番でいきます。鶏ももをね切っていきます。これ360やから、鶏ももをね、いきます。で、ちょっとね、アルコールちゃっちゃっと拭いたんだけどね、今お弁当やからね、菌湧いたらあかんから。で、食べやすい大きさに切っていきます。できるだけね、こういう肉類をまな板を使わない。菌をいろんなところに飛び散らさないことね。で、ほんまこの生肉触るのも良くないからね。多分、いいね。で、ここにね、塩を味の塩をつけてね。で、粉、米粉、中に米粉ささっとまぶしておきます。これでね、今下準備完了。よいしょ。で、まな板をね、貯金にしてあったんで、まな板をさーっと洗います。ストリーでね、シュッシュッシュッと入れて、こういうところはね、除菌をしておきましょう。パストリーではね、お酒、飲めるお酒のアルコールなんでね、結構ね、なんだろう、
アレルギー出にくいんでね、おすすめです、はい。では作っていきましょうか。野菜、基本野菜はみんなね、あんまり使うがね、焼き野菜が出上がるから、ちょっと表面を取っておきましょう。これをやっていいかな。よいしょ。もう一枚いこうか。よいしょ。生ハム、よいしょ、これね、240日熟成の生ハムなんですけどね、240日で大変でしょ、作るのね。ほぼ1年ぐらい熟成かけんのね。自分で作るもだけど、もう気が遠くなるから、やめた。よいしょ。よいしょ。もう飲んでいいかな。作っていきましょうか。ではね、作っていくね。では作っていきましょう。卵、これ平飼い、ほぼクラム。
して卵をね、この間にちょっと待って、よいしょ、ありがとう、入れて、でね、トリュフを。もうね、生ハムネギもったいないんだけどね。やっぱりハムはね、加工ハムがすごく怖くてね、使うの。だから、子供には使いたくなくなって、今まで普通使ってたけどね。でも外食したでとかは一緒やねんけど、まあ、できるだけ家では使わないように。行こうとは思ってるけど、生ハムやったらね、まあ、産地にもよるし製法にもよるけど、売ってる市販のやつやったらね、何使ってるかって書いてあるから、塩と豚だけ、特にイタリアとかで塩はそのわざわざ化学塩使う必要ないからね、海塩で十分普通に作ってるんで、だからイタリア産の生ハムを使うと間違いないかなと思ってね。生で、できるだけでは完璧にね、生じゃないものを作らないと、食中毒が怖いんでね、そこはね、ちゃんと、やりましょうね。結構あっちゃんの部分、いい加減に見えてね、そういうところだけちゃんと、やってんのね。なんかね、食中毒出さへん自信あるっていうのはそこですけど、ちょっとしたことやね、毎回このくらいか使うのも大事できないねんけど、効率悪いし時間もかかるけどね、こういう火薬を使うと強火で、ね、お得のなんか座りが悪い、しっかりね、油をしっかりね、すること、これがこれつかないコツやねんけど、で、ちょっと肉を炒めて、これはね、フライパンの熱が弱いと、どうしても、なんか、できない。
でね。で最後に取り付けるように蜂蜜をちょっと。ほんのちょっとね。あんまり入れるとね、量がね、そんなに量じゃないから、ね、甘々になってくるな。何だろう、そんなかんやろ。今日はもう甘さにね、うるさいから。甘い料理はご飯じゃないって。ゆきちゃんと同じこと言うの。いいのかな。いいね、手につけていくとね。あ、美味しい。次にフライパンをね、温めたら、まずね、火止めてますんだって、ね、一旦火止めて、出ないと熱入ってきちゃうんで、油をね、熱した後、火止めて、で、きんぴらごぼうをね、いきます。で、ごぼうをね、ささがいて、ここでもう一回火をつけます。で今度は中火で油を回します。油を回して、で火を止めて、この間にご飯ご飯をね、お手洗いしてね、お手洗いしていきます。ここにね、ちょっとね、焦げ目になっている醤油を、ここで火を止めます。そしてフライパンの火加減を見てください。あれ、わからない加減が、ちょっと今飲んでみたら、ね、七味火加減強いね。で、ごま油が3分。ごま。黒ごま。ごまどこだっけ？ごますりうまいんだけど、いいんじゃなくて、ごま。ごま。で、ごま油。ジャーッと混ぜておきます。完璧。おいしい。ね、今日はね、ご飯が多めね。
半分にね、ご飯の上にね、この醤油が染みてると美味しくてね、貧乏臭いね。はい、これを完成です。はい、ね、味噌汁をね、さーっと混ぜて完成です。今日のね、弁当は、と焼き鳥、それとトリュフ香るチーズ卵焼きとトマトとピー、トマトとチーズ、これを使っていきましょう。で、ご飯も足して、で、お味噌汁も足して、でね、で、お弁当に入れていくんですけども、ね、まずさっと拭いて、よいしょ。で、とりあえずね、入れましょう。で、冷めたら、はい、これで完成。で、ね、完成させたらね、フライパンを入れます。フライパンをね、ゴシゴシーって。ある程度ね、ぬるみを目視して、焦げが取れたか目視して、あとはね、タオルで拭いて、で、火にかけます。はい、ということで、今、お弁当作り終わりました。で、今フライパンで熱してね、この後油引いて終わりやけどね。今日のね、お弁当作り、もう何日目か分からへんねんけどね、もうそんなにね、作ってない。1学期でほんまに10回も作ってないと思うんだけど、なんだろう、通信校ってこんな少ないんやなって。もう7月やもんね、ね、こんな感じやからね。ほんとね、週に1回とかぐらいしか学校行かへんので、その中でもお弁当持っていかへんかもしれない。そんな感じで、お弁当作り、頑張りました。ちょっと待ってね、フライパン油入れていくわ。フライパンをね、育てていく感じで油を引いて、まあ大変やけどね、慣れてきたらね、それが結構面白い、フライパン育ててくれるの嬉しいしね。洗うもいつもやったらもうめんどくさくて水ポンと置いといて、後でね、石鹸でゴシゴシ洗ってるけど、ここからテフロン取れていってねとか、石鹸で洗ってって手間考えないったらね、使い終わった熱々の時に湯かけてたわしてゴシゴシってこすって、あと油塗っとくだけで、ある意味手入れ簡単かもわからない。あっちゃんには向いてるかもわからない。はい。ただ重たい、あれだけは辛いんだけどね。でもね、いいです、お気に入りです。はい。でお弁当の時もね、ちょっと26パンで大きいんだけど、もしかしたらワンサイズちっちゃいのを買って揃えるかもわからへんし、で、揚げ用に中華鍋もう一個買うかもわからない。もう鍋ばっかりでちゃうなるかわからんけど、ちょっとチャーハン作るにはちっちゃいかなと思うね。2回ぐらい作らない、1回でね。3人分やとちょっとしんどいかなって、1人分ぐらいかな、1回で作るのぐらいの、まあそれぐらいの方がね、パラパラチャーハンになるからええのかもわからへんだけどね。まあね、長い付き合いしていきたいと思います。はい。で、お弁当もね、
たまにしか作らへんけどもね、頑張ってお弁当を作っていきたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんのお弁当作り、よう頑張ってるねって思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録、世界から見てくれたら嬉しいです。はい、ということで、久々のお弁当作り終わりました。ではまたね、バイバイ、今日も一日よろしくね。